JFA 田島会長が AFC 改革タスクフォース委員に就任。アジアサッカー連盟は日本サッカー協会 JFA の田島幸三会長が AFC 改革タスクフォース委員に就任したことを発表した。任期は2027年まで。AFC は昨年12月に AFC 改革タスクフォースの設立を承認。国際サッカー連盟 FIFA の決定に合わせて AFC 規約の変更やガバナンスの強化に向けた活動を行うとしている。このニュースに対しネット上では、結局田島に権力があるなら変わらない。マジで選手やサポーターの切実な声を聞いてくれ。スポンサーの声しか反映されない協会が続きます。タスクフォースってどこのスターウォーズだよ、などの声が上がっている。アジアカップでの敗退で監督退任の声が高まる中、続投を早々に断言した田島会長に対して批判が集まっていたが、今後の日本サッカー協会が選手やファンに対しての対応に注目が集まっているのが、